はい、どうも、ジュウです。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、ともしびの推し、パート29やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回も謎の空間進めていきたいと思います。さあ、まずはロイドからですね、マザーですね。メインファイターを倒せば勝利、起爆すると防衛が大量に注ぐ、体力性の乱闘。ということで、じゃあ、頑張っていくんですけど、じゃあ、今回もファイターを変えましょう。そうだなぁ。どうしようかな。前回ソニックを使ってたけど、まあ、強いこと言われれば微妙だったので。じゃあ、今回は DLC キャラからこちら、ホムラヒカリ行きたいと思います。そう。これはね、追加ファイター第9弾のキャラクターです。じゃあ、頑張っていきましょう。そう、ホムヒカの特徴は、なんと言ってももう、二人を切り替えることができるんですよ。パワータイプとスピードタイプなんでね。待って、そして160?ちょっとこれはきつすぎない？いけ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 。ほら！ちょっと待ってね。いけ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 。ちょっと待って、ほら！モブ兵祭りー！あ。なんか村人が勝手にやられた。なんかラッキー。はい。次。アクア。ファイアーエンブレムですね。相手が切り札状態になる。相手が切り札を連続で使ってくる。一度受けても油断するな。攻撃力が大幅にアップした相手が登場。待って、めちゃくちゃやばいやつがおる。じゃあ、ラカラカ回避2つをつけて頑張っていきましょう。よし。だって、さっきもね、いきなりエースだったんでね。あ、待って。けほらほらなるべくなるべく遠くから消せしちゃおきたい。なるべく同じ技は使いたくないな。でもこれが強いと確信してるかもしれない。ほら、あ、待て、避けられた。あ、まずい。どうだ？まだ耐えられるね。相手が一度行くんだ、スタンバイ。オッケー。一回で死んだ。よし。あぶねえ。はい。ファイターは、カムイ。カムイできて、またカムイですか？なんかよくわからないんですけど。じゃあ誰で行く？じゃあ、ここはルフレでしょう。まあ、せっかくなんで、FE もいろんなキャラクター使いたいですよね。はい、じゃあ頑張っていきましょう。今度は男ですよ。いけ、こう来て、ほら。ほら。待って、今。待って。食わせるだけか？あ、避けるね。オッケー、ジャストシールド回復。ほら。リタイア。待って、使いすぎには注意しろ。ほら。待て。ほら、オッケー。ほら、ちょっと待って。ほら、オッケー。ということで、カムイ参戦。あぶねー。めちゃくちゃ危なかった。はい。
じゃあ戻っていきまして、はい、問題4択。先輩後輩の関係性などはどれ？先輩後輩、サンバカルシスターズ、ケンタクルズ、ギャング、レディー、ポリス、そしてレポーター&レスラー。まあこれでしょう、ケンタクルズ。スプラトゥーン2ですね。相手がアシストフィギュアを呼び出してくる。まあスプラトゥーン2やってるんでね、まあこういうのはなんとなくわかります。ちなみにカラーが緑、これが逆転、これはなんだ、黒、よくわからないけど、じゃあこのカラーでいきたいと思います。出して勝てるのか。よし、行きまーす。あれ、編成は変えたっけ、ちゃんと。いや、変えたよな。オッケー、行くぜー。アシストフィギュアはお前かい。もう、辻島が合ってない。矛盾しておる。無傷で攻撃とかが上がるらしい。よし。ということで、なんとかうまくいきました。はい、これで正解ですよね。はい。まあ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 。はい、そして宝箱出現。これ一発で当てたらこれ宝箱が出るんですよ。はい、次、サンマカンシスターズ。まあ、外れのやつもやっていきましょうか。相手の必殺技がパワーアップ。そう、先輩後輩といえば、あれですよね、もう。もう AOK なんですよ。もう AOK という後輩ちゃんがいるんですけど、まあ今もね、ちゃんとやってるんですよ。でも最近コラボしていないので、もうそろそろコラボの時期かなと思うんですけど、でも次は何をしようかなっていう考えています。よし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 、いけ、オッケー、おら、危ねえ。いけ、ここで光に切り替えて、おら、オッケー、ああ。いけー、オッケー、よし。これはスターライズですね、星のカービィ。俺今はね、ウィーデラックスをやっていますので、はい、もうこういうのはあれだと思います。はい、次、ギャング&レディー&ポリス、モーガン&ザリーですね。レイファイターを倒せば勝利。そう、あの AOK という後輩チャンネルですけど、でもね、意外とね、あのちゃんと連携がうまくいってるよ。なんでね、あの関係が崩れたりとかはね、今は全然してないので、なので、そこのところは安心してほしいんですけど。いけ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 、オーケー。やっぱり横スマが強い。はい。やっぱりこういうのはね、マジで最強キャラだと思うの。はい、次。レポーター&レスラー、リズム天国ですね。自分のフットビアスがアップ。相手がアシストフィギュアを呼び出してくる。アシストフィギュア。こう、そしてマスクのピカチュウだね。なんだろう。いや、お前かい。なんでレーナーの？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。継続ダメージが続いているって。これはかわしたの？まあこれ、こいつはね、まあ絶対に消えるんで。オッケー、パワー強い。はい。よし、じゃあどんどん攻略していきますよ。これでもう、無くなったんで先に進めます。はい。こう来て、宝箱をゲット。
おやつ M を2個。しょぼいね。はい。問題。4択。この中で、クロムの妹はどれ？クロムの妹？ミスト、リズ、エリーゼ、エリシア。いや、エリシアは絶対違うだろう。え？エリーゼか、リズじゃないの？はどっちだろう。俺の予想だとね、こっちだと思います。リズ。真っ向勝負。あれ？もう、ちょっと待って。やっぱりバグりやがった。OK、直ったか？無属性か。もう、ちょっと待って。いい加減にしてください。ジョイコンさん。ジョイコンの R さん。待って、これ2位でさ、これ無理なんだよ。OK、これでちょっと持ち方変えれれば、いけるんじゃね？いや、無理だったわ。これでうまくいければいいんだけど。あ、うまくいった。よし。じゃあ、行きますか。行くぜ。でも、なるべくこういうので尺を取りたくないんだよ。時間がもったいないから。そして。行け。そして。あぶね。ジャストシールドで回復。行け行け行け。ほら。行け。オッケー、ビクトリー。はい。よーし。はい。これで、うまくいくかな？これで正解ですか？オッケー、正解だ。やっぱり合ってたんだ、これは。宝箱は？出るね。よーし、じゃあ、残りのやつもやっていきましょう。ミスト。相手ミニファイターのピンチ時、相手の防御力アップ。そして、相手の蓄積ダメージが回復。よっしゃ、頑張っていきましょうか。これは？あ、オンラインのフレンド5。いけー。こう来て、ほら。ほら、あー、ちょっと待って。ほら。いけー。オッケー。一人倒したぞ。しかもメインファイター。こう来て。ほら。オッケー。素晴らしい。ミストゲットです。よし。いいんじゃねえか、これは。はい。次。エリーシア。相手ミーファイターのピンチ時、相手の攻撃力アップ。蓄積ダメージが回復。相手の移動スピードがアップ。よし、頑張りますか。まあまあまあ、こういうのはね、頑張る以外にも何にもないんですよ。いけ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 、ほらほらほら、はい。やっぱりホブラって、パワータイプでも、一気にダメージを押しかけることができる。はい。よし、じゃあどんどん行きましょうか。次、エリーゼ。制限時間ありのなと、相手は時間経過で次に回復。相手は相手に強調が出やすい。頑張っていきましょう。
よし。まあこういうのもね、全部回収しないと 100% にはならないので。いけ。そして、ほらー。はい。横 B が強え、光は。はい。なんなら今すぐ追っ始めようぜ。オッケー。こう来て、はい。ここね、滑って、長いね。こう来て、宝箱。中身は、3000スピードポイントありがとう。アイク、またファイアーエンブレムキャラ？じゃあ、さっき助けたカムイでもいいけどさ、どうする？じゃあ、ここは、じゃあ、クロムで行きたいと思います。やっぱりね、剣と剣で戦いたいんで。まあ、剣っていうのはあの、剣ね。ファイターの剣じゃないよ。いや、それっぽく聞こえたけど。え？ほら！オッケー！なんか倒せた。アイク参戦！よーし。じゃあ、ちょっとあれかな。一旦スキルツリーいじってみますけど、今が88個しかない。空中ジャンプ追加っているかな？まで崖捕まり強化。あー、これだけしか使えないか今は。はい。こっちには、ネジギガス。ポケモンですね。体力性能なんと、しばらくすると相手の攻撃力アップ、スピードアップ。待て、それいけるんだっけ？これって。よし、じゃあ、ホームヒケに戻しますけど、待て、これ、すごい光景になったな。もう、ほぼ埋め付けされている。じゃあ、今度は、じゃあ、緑で行きたいと思います。じゃあ、最初を光にしたいので、これで行きたいと思います。そう、これね、こんな風にマップを歩くのも、光になるんですよ。あ、ジャイアントロボットだったから。あれつけといてもよかったな、ジャイアントキラー。いけー。待て、おら。いけ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 。やっぱり、こういうのはね、ダメージを減らしたいんだよ。いけ。ああ、ちょっと待って。ほら。ああ、やばいね。待って、相手が、チャージキーフで溜まりそうだ。ああ、溜まった。あ、やべ。やばい、離れろ。あー、やだやだ、巻き込まれてるよ。57.1HP。いけー。光で当てた。いけー。オッケー。はい。よし、オッケー。この最後の切り札、超かっこいいよね。よし。なんとか勝つことができました。素晴らしい。待って、この先に何かあるのか。おーっと。もう何もないかと思ったらちゃんとあるじゃん。はい、問題。五択。カービィが吸い込むことができないのはどれ？吸い込むことができないの？ワードルド吸い込めるね。ウィスピーユッツ。これは吸い込めないんじゃない？ミスター・フロスティ、これ吸い込めないんじゃない？これ吸い込めるかな？バグジーは吸い込めない。吸い込める？あれ、スカビーって吸い込めたっけ？え？ウィスピーユッツじゃない？これは。ステージ全体に強風が発生。相手を倒すとどのように出現。
いや、これはさすがに、ウィスピーウッツだよな。ウィスピーウッツ、吸い込めないよね。でも、ボス系は吸い込めないと思うけど、いや、吸い込めるものもあるか。まあ、スカフィは、あれでも、スカフィって、吸い込めたっけ？俺にも正直、俺もね、カービィ歴が長いわけではないので、そこのところは勘弁してほしいんですけど、OK。ほら！いけ！あ、やべ。待て、お！最後の切り札が溜まった。じゃあ今度はホブラで。切り札！いけー！いけー！決まった！かっこいい！はい。オッケー。これは素晴らしいね。はい。じゃあどんどん行きましょうか。これは？オッケー、正解だ。よーし。あれ？これもう一つあるの？いや、スカフィでしょ。待って、答えが一個とは限らないんだ、これは。いや、それは早く言ってよ。もう答えが一つだけじゃないならさ。わあ。カービィを倒したら、なるほど。これがいかにのスカフィか。いや、スカフィじゃなくて、スカーフィか。オッケー。はい。いや、スカフィは絶対吸い込めないので、まあ、これで完璧でしょう。正解のはず。オッケー。はい。はい、そして宝箱が出た。もう何もないね。じゃあ残りのやつやっていきましょう。ワドルドゥ。ステージ電撃球が設置。ライティングスーパースコープを持参。待って、通常必殺技は強化。よし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 。いけ。ちょっと待って、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 待って、待って、待って、待って。けけけけけけ。もうこういう時は横 B だ。いけ、大観。ああ。OK。オッケー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 。サネコンボ。よし。はい。見事、もう、一回のスマッシュで三人を撃退した。いや、違う、撃沈した。はい、次。ミスターフロスティー。ステージ氷結追加設置。相手の水氷攻撃はパワーアップ。体力制度だと。待って、こいつって吸い込めるの？まあ、中ボス、まあ、ギガンドエッジとか、あとはザンギムルとかはね、まあ、吸い込めるので。いけ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 。もう本体だけを攻撃していこう。いけ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 。ほら。ほら。いけ、オッケー。ビクトリー。はい。もうこれは完璧よ。もうこれはでも素晴らしいプレイを見せている。はい、次。残りはバクシー。バクシーか。相手を横引き立ち技がパワーアップ。攻撃力が大幅にパワーアップした相手が登場。もうこういうの本当に嫌いなんだから。
大幅にアップした相手。まあまあ、やっぱり攻撃力抜群のやつがいいね。やっぱりこれで決めちゃった。やっぱり光よりホムラの方が強い。よし。オッケー。どうする？じゃあこっちから行くか。はい。ファイターはミュウツー。ここに来てミュウツーですか？じゃあファイターは、どうしようかな。ポケモンからやっぱり選びたいので、じゃあ、ガオガエ？いや。じゃあ、ここはピカチュウ。まあ、ピカチュウはちょっと単調すぎるから、じゃあ、プリンで行きます。また？オッケー？大丈夫？あ、大丈夫だった。よし、じゃあ、ミュウツーと戦います。待って、ミュウツー。オッケー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 。こう来て、ほら素晴らしい。上必殺技で決めた。ミュウツー勝ち。まあ、ミュウツーも強いのかな。これだけ？はい。こう来て、じゃあこっち渡りますよ。はい、問題4択。この中で、ドラクラ伯爵討伐のため、アルカードと共に戦ったのはどれ？どれだろう。ガブリエル、ネイサン、ラルフ、そしてドラクラくん。あ、これ絶対違うわ。そもそも一番違うし。これじゃない？ラルフ。相手メインファイターピンチ時、相手がアシストフィギュアを呼び出してくる。時間が経つと増援が出現。よっしゃ、もう、この人を、もう元のカラーにしたいと思います。はい。もう光カラー、いやもうホームランでいいでしょ。もうどっちみちホームランを使うから。まあ使うじゃなくて、強いから。まあでもね、ちゃんとやりますよ。こうして、あぶねえ。こうして、ほら。いけ。いいよ、こうして、ほら。ほら、オッケー、素晴らしい。パルテナ出現。待って、パルテナもいつか助け出さないとな。オッケー。残りはシモンだけだ。待って。メインファイター PGG って、まだ 40% も超えてなかったのに。このホームラであれば問題ない。よし。でもここら辺も結構うまくいかないといけないからな。はい、これで。オッケー、正解だ。待って、ファイターもおるし、そして宝箱ですね。じゃあ残りやっていきましょう、ドラキュラくん。悪魔城スペシャル僕、ドラキュラくん。ステージに眠り床設置。相手は打撃攻撃で回復する。注意しろ。打撃攻撃か。けけけけけけけ。けけ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 け。こう来て、ほら。待って、さすがにこれは引けるか？ほら！よし、OK！ はい。ドラキュラくんゲット！
いやー、いい感じに進められてよかったぜ。なかなか俺にはすごい技だと思うな。じゃあ残りもやっていきましょうか。はい、ネイサングレープス。相手のジャンプ回数が1回増える。相手のジャンプ力アップ。よし、じゃあ頑張っていきましょうか。相手のジャンプ回数が1回増えるのはちょっと卑怯だけど。ちょっと待って、ほら、いけ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 、ほら、そしてほら、いけ、オッケー、オッケー、はい、よーし、なんとかやることができましたと。はい、次。ガブリエル・ベルモンド。なんだった？ちょっと待って、読んでなかった。剣などの打撃、相手の打撃武器がパワーアップ。相手は翼必殺をよく使う。相手がビームソードを持参。待って、ビームソードってやっぱりこれだね。あ、ちょっと待って。いけ、やべ、上必殺だね。いけ、ほら、オッケー。もう困った時はもうスマッシュでゴリ押し。これが俺の戦法よ。はい。よーし。で、こう来て。はい。宝箱、そういえば開けてなかった。おやつ M4 個。微妙だね。はい。レスキーブーツ。シャンティですね。しばらくすると、ボム兵が大量に降り注ぐ。相手は、アイテムに気を取りやすい。頑張っていきましょう。で、耐久力強化か。はい。じゃあ、頑張りますよ。残ったファイターは何なんだろう。そういえば、スマブラ64で参戦しているキャラクターの中で、まだ唯一復活してないのが、ルイージですね。ルイージもね、スマブラ64から参戦しているんですけど、でもね、未だに64キャラの中で唯一、あれなんだよ。おっと？あ、なんか勝った。よーし。さて。はい。はい、キングクルール。キングクルールなので、じゃあ、相手はドンキーコング、じゃあ、ここはドンキーコングでいきましょうか。まあ、ギギーコングでもいいかもしれませんけどね、やっぱりここは、拳と拳で戦いたいので。そういえば、キングクルールもまだ助けてなかったんだね。ほら。いけ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 。いけ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 。こう来て、ほら、オッケー。楽勝。ということで、キングクルール参戦。はい、見事に参戦させました。はい。これで A を押すと宝箱。5000スピリットポイント。ありがとう。今助けたので誰ぐらい、どれぐらい進めたっけ？はい、今が66体。多分73キャラ、73キャラ助ければ完璧なので、まあ、あと7体か。頑張って探していきましょう。でも、ここでもあと1体、2体ぐらいはいそうですね。はい。ファイター、メタナイト。ここに来て。じゃあ、ここはカービィで行きましょう。もう、カービィで。カービィ対メタナイト。
やっぱりこれはしなきゃダメですよ。あれ、目が光ってない。あれ、いきなり落ちたのかと思ったら、まあそんなわけないよね。ほら、オッケー、ほら、あー、あ、やべ、オッケー、ほら、あ、やべ、オッケー、あー、いけー、やっぱりマッシュが強い。はい、ということで、レタナイト参戦ありがとうございます。よーし、ということで、じゃあ今回はここまでにしようかな。はい、結構時間が来たので、あと、うわぁ、でも結構まだまだありそうですね。よーし、じゃあ次回ですね。じゃあ次回また続きから頑張って進めていきたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。